からゲッツだ。速やかに終わらせよう。しゃあね、相手になってやるぞ。ガイドシード、カフィ頑張れ。ライトシールドを見ろ。ありがたい、ここ打ち上げる。ボルトアッパー、カフィエンドソー。これは倒せない。ステルの順位よ。ハイキーストライク、ダブルスピンエース。奥が相手だ。ありがたい、力で。エナジーブースト、みんなではどう。ドッドアッパー。楽勝楽勝。訓練の足しにはなったからね。速やかに終わらせよう。こちらが有利だ。ダブルスピンエース、僕を見ろ。ありがとう。ファイティングストライク、打ち上げる。これはかわせない。百円のストライク、ロングアサルト。ダブルスピンエース、ボルトアッパー。ワールウィンド、グルゼネロ。ライトフィールド、ビーラストライク。ナイスタイミングだ。スリク、ガンティック、マッシンクラフト。ダブルスピンエース、訓練の足しにはなったかもね。飯食うもよし、寝るもよしだ。どこから帰りをしようかな。役に立ちそうだな。ジムができたぞ。よくできてるじゃない。
新しいジェムができた。役に立ちそうだな。ここまでにしようか。ようやく身綺麗になれた。改めて出発だ。標的を定めた。行くぞ。よし、礼に続くぜ。僕を見ろ。支援感謝。ボルトアッパー。ダブルスピンエッジ。ワールウィンド。インバイシング。これは倒せない。なってるな。そのまま頼んだよ。レックス。アイティストライク。ダブルスピンエッジ。ハッ。ダウンキック。ダブルヒート。リラックス。敵の注意が。耐えた。オフが相手だ。助ける。ボルトアッパー。ダブルスピンエッジ。発煙だそう。メルト君の情報が揃ったな。楽勝楽勝。訓練の足しにはなったかもね。使えるかもな。ノポンメダルだ。ノポンメダルね。速やかに終わらせよう。あえて戦うの。まあ、まあ、ヘビーラッシュ。奥が相手だ。腕は鈍ってないな、シルク。こいつにキレがあるぜ。いいぞ。バッチリ決まってるな。いいぞ、やってやれ。ハーベイ。やあ、IT ストライク。マシンクラップ。ラマナシート。ビート。ワールドウィンド。ビエッジ。ストロングアサルト。ナイスケアの高速で頼りにしているよ。絶好調。準備いいか。ダイナスは任せた。僕を見ろ。助ける。みんなに力を。こいつはありがとう。ユナイトエッジ。やっ、ボルトアッパー。そろそろかな。いいね、仕掛けよう。バッチリ決まってるな。やるじゃない。合わせるぞ。では俺だ。力の全てを収束させる。ごめん、ぶちかまって。どんだけ倒せば十分だろう。完璧な勝利ね。準備運動にもならなかったぜ。今の僕たちならたやすいな。今の俺たちなら余裕だろう。まとめ。ヒガンバナ。トロイヤーポット。僕を見ろ。ありがたい。捕らえた。僕が相手だ。ありがたい。ヘビーラッシュ。チータ、助かないよ。いい動きなしだ。ボルトアッパー。ライトフィールド。抜けやがる。いや、なんか行こうぜ。いい動きね。残なしだ。やろう。ダメか。邪魔され。どうぶつけようぞ。やるだけがまずいだ。バッチリ決まってるな。やってきた。調子いいんだ。打ち上げる。やがる。あ、俺はかまってない。準備いいか。タイミングは任せる。そろそろか。筋をいいだ。いや、わっしゃー。フィールド。ダブルスピンエッジ。バッチリ決まってる。マイクは任せる。ヘビーラッシュ。ボルトアッパー。ストロングアサルト。確認の強。いや、アイティーストライク。ダブルスピンエッジ。スピットエッジ。ストライクだ。ヒガンバナ。アイティーストライク。今のスピードね。俺とお前ならやれるさ。ワールドウィンド。ここは合わせるぞ。俺だ。力の全てを収束させる。ごめん、ぶちかまって。まずい。敵
出す時だ。タイミングは任せるぜ。よっしゃー、どうなる、デストラクション、取れた、ぬるせねろ、こんなでもないわ、ビエッジ騒ぐ、劣化光線の塔、うわ任せる、ブラッキンクラッシープッド、完全ね、ありがたい、核炎の塔、アイティストライク、ワールウィンド、敵の注意が取れた、ライトフィールド、ダブルズビエッジ、走る、逃がさない、逃げ上がれ、インフィニットボルトアッパー、ブレード、ワールウィンド、リラック、核炎の塔、撃って出るぞ、俺の作戦を信じろ、さてどう出るか、よし来た、これが僕の策だ、知恵を出し合おう、さてどう出るか、期待に応えよう、この手はもらうよっ、それなら今が好機だ、戦況を変える、こいつが俺の作戦だ、俺に続け、で必勝、任せてくれ、行くぞ、で必勝、お次は俺だ、待ってました、コンビネーションだ、隙など与えない、ガッテンと決めてやるぜ、心を折り折りにどうかに、ただ締めはこうでなくちゃな、これは情報収集できた、珍しいものだね、アーチが強くなったぜ、成長の余地はありそうね、もっと頑張れそう。
避けられないか。さあどうしがたいな。この戦い避けられないか。この戦い避けられないか。どうやら目立ちすぎたようだ。崩してもらえた。奥が相手だ。ありがたい。ヘビーラッシュストライク。ガンガン行こうぜ。ラッシュ乗り乗りだ。いや刻め。相手にストライク。まずい。敵の注意が逸れた。僕を見ろ。ありがたい。いやこんなのはどう。ラッシュブースト。問題なし。訓練の足しにはなったかもね。負ける気がしねえな。こっちだ。ストロングアタック。僕を見ろ。捕らえた。僕が相手だ。ありがたい。敵の注意を。いいか。僕を見ろ。発煙の層、敵の注意を。ふぎゃー。ガンゲン、ワイルドウィング。僕の注意を捕らえた。奥が相手だ。助かる。どうやって死ぬ。読んでいたよ。俺が慣れたものね、シル。発煙の層、ストライク。ずっと僕を見ていて。的確な動きだ、ニコル。二人で決めるぞ。おう、見せてやろうぜ。僕を見ていて。捕らえた。奥が相手だ。助かれ。力の全てを収束させる。ごめん、ぶちかまって。こんなん朝飯前ってな。準備運動にもならなかったぜ。速やかに終わらせよう。手加減は性に合わないんでね。捕らえた。先行だ。奥が相手だ。支援感謝。どっちやがれ。この勢いも維持するんだ。敵の注意が逸れた。ヘビーラッシュ。捕らえた。奥が相手だ。ありがたい。フッ、ブラッシュ。マイティストライク。100円の層。この調子でいこう。結果は見えていたよ。ダブルスピンエンジン。敵の注意が逸れた。
こちらが有利だ。ワールウィンド、こっちから行くぜ。僕を見ろ。なこいつはありがてえ。打ち上げる。ダブルスピンエッジ。打ちかましてこうぜ。こんなところだったか。もっと褒めてくれていいんだぞ。来い。助かれ。いや。は。
いいんだぞ。敵だ。さて、どうする？ライトフィールド強くなった。奥が相手だ。ありがたい。ヒガンバだ。スピットエッジ打ち上げる。あ、打ち捨てる。リラックずっと僕を見てて。準備運動にもならなかったぜ。崩すよ。崩せねろ。僕を見ろ。大丈夫。これはかわせない。この身に来たらオファー。やっ、解き上がれ。ここ、ダブルスピンエッジ。戦闘終了だ。だよ。結果は見えていたよ。お、あった。救難信号があったのはこの辺りだ。周囲を捜索してみよう。ああ。ウロボロスパワーの痕跡はなし。足跡はありますね。でもこれ捜索隊のブーツだけっぽいです。他は一切か。シティの生存者のやつあるはずだろう。あるにはあるんですが、妙なんです。妙とは？ここまで来た足跡はある。でも去っていった足跡はないんですよ。やられちまったってことか。のっと、すまねえ。
絶対に来るって身ぐるみ全部剥げよ。一週間は食いつなげる。なんでそっとしておいてくれないのよ。なんでそんな奴ら連れてくるの。よせナイル、アシュ、決まりだろ。ここのだって兵士だった連中もいるんだ。そいつらのことも考えろ。おかしいよナイル。もう十分じゃない。私たちだけで十分なのにこんなことしてるから。だからカイロは見るのか、ナイル。明かりぐらいつけろよ。やめて。メビウスがいなくたって変わらない。結局、人が人を殺すんだ。解放されていない兵士たちだった。多分、支配されて。瞳、赤くなかった。あいつら、自分たちの上をしのぐためだけにカイロを。全部が、全部じゃない。頭、お花畑かよ。ナイル、なんで全部満たそうとするの。そんなの無理に決まってるじゃない。諦めたらそこで終わりだってじいちゃんも言ってたじゃないか。なら見せてよ、あいつら全部一緒に暮らせる世界作ってみなよ。できるんだよね。余裕あるもんね、マシューは。俺は、私には余裕なんかない、ないんだよ。まだ死んだと決まったわけじゃない。足跡だってそもそも捜索隊の戦闘とは別の事象かもしれない。頭じゃ分かってるさ、けど気持ちの方がな。たく、めんどくせえ。めんどくさい。俺たちの体だよ。せめて兵士のようにムクロになるってんならな、跡形もなく消えちまうんじゃ確かめようがない。その不安は理解する。だが希望は持て。分かってるよ。あんたらか、何か用か。飯まだなんだろう。来いよ。みんな盛り上がってる。別に落ち込んじゃいないよ分かってるよ、そんなんじゃねえって。懇親会みたいなものさ。親睦を深めるなら
飯に限るだろ。あんたも好きだな。まあでもありがとな。さてどうしようか。よし出発だ。何かやることは。拳がさらに硬くなったぜ。ジェムの完成だ。うん、いい出来だ。今回は十分だろう。どこから帰りをしようかな。疲れを取らねえとな。マシュー、もしよかったら聞かせてくれないか。君の妹ナエルの身に何が起きたのか。お、無理にとは言わない。いや、いいよ。あれはシティが崩壊した日のことだ。気がついた時には傷だらけで飛ばされていた。その時俺を解放してくれたのがエイなんだ。旅をしている途中に偶然出くわしたらしい。なるほど。それで。それだけじゃねえ。あいつもあのメビウスも、あいつだけは絶対この手で。変わらないな、君は。芝居がかってるって？言わずとも分かっているよ。なぜその姿を？ロゴスは男性人格、プネウマは女性人格、ウーシアは間を取り持つ存在。それがトリニティプロセッサーだ。別におかしかねえ。なるほど。マシューには？アルファと君との間に何があった？なぜ別れている？予想外だった。メビウスと人にあんな力があるなんて。おかげで解放されたんだけどね。ウーシアの枷から。枷？君たちは特にシュルクは知っているだろう。オリジンがウーシアのコアを元にして作られているって。メリアから聞いてはいたよ。アルビースからの贈り物だって。ウーシアは最低者だった。しかし
ロゴスとプネウマの存在、意見と言ってもいい。それがあって初めて機能する。つまり二人を欠いた状態ではただの機械に過ぎない。元の僕はクラウスの影響、その後悔の念を受けてあの世界に誕生した。それゆえ君たちに協力できた。彼はもういない。残された僕はただの機械。ただの機械は冷淡だ。だからこの世界を消去しようとしたんだ。新たな未来を作るためには過去に固執し今にとどまろうとする雑音、君たちの命は不要だとね。ウーシアは新たな命であるシティの人々のみを救うべきだと結論した。ウーシアはアルファを名乗り、シティの人々を導き新たな世界へ旅立とうとしていた。古き世界すべてを消し去って。しかし N の介入によってそれは頓挫した。それだけじゃないけどね。ともかく僕はアルファから分離できた。かつて君と旅をした記憶、わずかに残っていた記録、それが僕だ。両親と言ってもいい。で、その両親とやらはこう言ってるわけだ。置き去りにしていい命なんてない。全ての命を救うべきだと。まあ、そんなところかな。もしロゴスやプネウマがここにいたら、きっと同じことを言ったと思うよ。だろうな。なんであの小僧についている？あるんだよね、理由が。アルファがこの世界で力を行使するには、よりしろが必要なんだ。そう、かつての君とザンザのように。それが魔衆の。なんだ風が。湖の方だ。迎えに来たよ、マシュ。さあ、一緒に行こう。記録完了だ。